さいにさい。なんか分からんね、急に言われても。そうだね、はい、そんなできんよね。はい、すごいですね。はい、はい。Oh,
明日になってまたあなたの温かい手に触れたらきっと言えなくなってしまう。そんな気がして、
手ぬぐいマフラーして二人で行った夜風の風呂へ一緒に手を練って行ったりいつも私が待たされた洗い髪が締まりて